こんにちは、鎮西正樹です。本日は奈良市西区城町にあります、とてもおしゃれな、綺麗な池のところに来ております。まずこちらがですね、広々とした縦長のリビングのスペースとなっております。バルコニーがですね、東向きとなっておりまして、こちらも大変スペースがありますね。朝から日が入ります。とても気持ちいいお部屋となっております。こちら2階のお部屋なんですけれども、シャッターが全ての窓についておりますので、すごく安心して住まいいただきます。ただこちらにはですね、少し小さな洋服がございますので、お荷物を気にしていただいてもいいですし、寝室ですとか書斎としてもね、使っていただけますね。こちらも大きな窓がついております。でキッチンもですね、人気のカウンターキッチンタイプとなっておりまして、こちらね、壁がすごくおしゃれですね。いろんな家具に合わせやすい色合いとなっております。さあ、こちらカラーのモニター付きのインターホンもついておりますので、お顔を確認してしっかりとお対応していただけるようになっております。こちらが2階のお部屋となっておりまして、1階の玄関からですね、入ってきていただいて、こちらの素敵なですね、室内階段を登ってきていただく形になります。そしてその上がったところにありますのが、こちらのお手洗いですね。段差もございませんし、手すりもしっかりとついております。そして気になるキッチンの内側なんですけれども、こちらですね、3口の IH コンロがついておりましてですね、お掃除も大変しやすいですね。そして収納もこう上から出し入れしていただける引き出しタイプのものと、そしてこのように上にもしっかりとついております。後ろもですね、冷蔵庫や食器など置いていただけるスペースも確保されております。また角部屋ということで、こちらの南向きの方にもですね、小窓がついておりますので、明るく調理もしていただけますね。そして2つ目の洋室がこちらです。こちらもね、同様に小窓と、こちらの西側にも窓がついております。ただ収納もかなり大きいですね。こちらハンガーパイプ付きのクローゼットとなっております。そして3つ目のお部屋がこちらですね。先ほどと同じぐらいのサイズのお部屋がありまして、こちらのクローゼットは奥行きがあるので、ハンガーパイプも2本ついております。お洋服もね、しっかりと収納していただけるクローゼットですね。最後は気になる水回りの方になります。こちらワイドなんですね。シャンドレッサー付きの独立の洗面台、そして大きな洗濯機も置いていただけるスペースですね。上にもこう洗剤やタオルなどストックしておいていただけるのがついています。そしてこちらが、浴室ですね。オレンジのパネルでとっても爽やかな浴室です。上には浴室乾燥もついておりまして、こちらのスイッチですね、簡単にいろんな調整をしていただけるようになっております。水回りもね、大変充実した、ご家族様におすすめの物件となっております。詳しくは当社のホームページでご確認ください。奈良のもてなし太郎ころ鎮西正樹では、皆様のお部屋探しを全力でサポートいたします。以上でご紹介させていただきました。バイバイ。